どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、アラスカ航空がどうやら必要マイル数変更ね、実施したっぽいですので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。はい、ということで、えどうやらということで、ちょっと濁さしてね、話させていただいたわけなんですけども、先日ね、こちらの動画でアラスカ航空の必要マイル数変更ね、あの解説動画出させていただいておりまして、こちらはね、 アラスカ工具はね、距離ベースの必要マイル数に変更するっていうのをね、もう発表しておりましたので、まあそれに基づいて私がね、Google マップとかでね、あの距離数を調べて、えー、算出したね、まあ必要マイル数っていうふうになるわけなんですけども、 今回ですね、ほとんどね、こちらの動画の通りにね、あの、必要マイルスになったわけなんですけども、一部ね、まだスイートスポットではないんですけども、まあ、お得に発見できる路線がね、残っているっていうふうになるんですよね。まあ、これは今後ね、なくなっていくのか、今、有用期間なのか、えー、このままずっと残っていくのかっていうのはね、正直わかんないんですけども、まあ、大部分ですね、変更がね、実施されましたということで、アラスカ航空ね、 まあ、昔に比べてね、ちょっとね、お得路線減ってしまった部分はあるんですけども、まあ、今後はね、短距離路線メインでね、まあ、お得に利用することがね、できるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。はい、ということで、こちらがですね、もう何ヶ月前かな、3、4ヶ月前になると思いますけども、アラスカ航空のね、必要マイル数が距離ベースにね、え変わりますということでえ、私がね、Google マップで算出させていただいた、今必要マイル数で、またね、ANA、え、JAL、ーね、の、えー、必要マイル数 まいりすねまあ比較で出させていただいたわけなんですけどもまあこういった感じでですね必要もあるですね私の方で参照させていただきましたでこれにね沿って今回ね話していきたいなと思うわけなんですけども まずね、えー、こちらですね、距離にして1500未満の距離の、えー、必要マイル数に関しては、まあ、前回ね、えー、解説させていただいた通り、えー、台北、えー、ちょっと韓国はね、この1万、えー、1500未満のね距離数に入ってるんですけども、ちょっとね、これパソコンで出るんですけども、スマートフォンでは出ないんですよね。で、PC でやると出るんですけども、選択するとね、あの詳細見れないっていう風になりますので、まあ、今後ね、この東京からね、韓国路線ね、7500マイル利用することができそうな なんで、すけどもちょっととね詳細は見ることがでできませんでしたで一応ね、こちらに書いてあるのは、最小の必要マイル数っていう風になりましてえ、ここからスタートっていう感じですね。で、台北路線は、エコノミークラス7500、ビジネスクラス15000、北京も7500、15000、エコノミークラス、ビジネスクラスね、こちら、ジャルビンでね、確認が取れました。ちょっとね、スクリーンショットは、スマホの方でね、撮ってるんですけども、かなりね、あの、量が膨大になりますので、まあ、こちらでね、確認していただければなぁと、 まあ基本的にね、全体的に利用することができるのは エコノミークラスが中心。ビジネスクラスは短距離路線はね、まああったんですけども、この後の路線とかね、ほとんどビジネスクラスはね、ヒットしてこなかったっていうふうになりますんで、まあ基本的にはエコノミークラスがまあメイン。まあアラスカ航空はね、ネイサーチャージかからないっていうふうになりますんで、東京から台北ね、利用する場合でも、えー、ジャルビンね、7500マイルで勝ちち利用することができるっていうふうになりますんで、エコノミークラスであればですね、東京から台北7500マイル、往復15000 このこイ台北とかペギンとかね、ここら辺の利用するに分にはですね、こちらね、非常にいいですよね。ビジネスクラスも15000マイルで確認することができましたので、ま、タイペイね、JAL のビジネスクラスで行きたいっていう場合でも、片道15000マイル、ネイサーチャージなしでね、利用することができるっていうふうになりますんで、このアラスカ航空のマイルっていうのはね、マリオットポイントから6万ポイント、25000マイルで交換することができるっていうふうになりますんで、ま、あエコノミークラスであればですね、 6万ポイントあれば余裕でね往復することができますしビジネスクラスだったらまぁ片道はね発見することができる往復にするともうちょっとねマリオットポイント貯めなきゃいけないっていう風になりますんでまあマリオットポイントもねマリオットアメックスプレミアムカードもありますけれどもポイントサイトハピタスからもね1ポイント1ポイントでね交換することができるっていう風になりますんでこれはいいですよねでまたね日本国内の路線一律7500マイルで確認が取れました東京から伊丹空港でもサ ポロでも石垣空港でも一律7500マイルで利用することができるっていう風になりますんで、まあ長距離路線になればですね、JAL よりね、お得に発見することができるっていう風になりますんで、まあこちらもね、いいのではないのかなぁと、 思います。ま、あこの韓国路線に関しては今後、あの、利用することができるのか、できないのか、ちょっとこれはね、今後、え、見ていかなきゃなっていうところなんですけれども、まあ、台北と北京に関してはですね、確認が取れたっていうふうになりますんで、まあ、短距離路線のエコロミー、ビジネスクラスっていうのはね、非常にいいのではないのかなと、 思います。次にですね、グアム、マニラ、ベトナム、バンコク路線ですね。冒頭にも言った通り、必要マイルスがね、変更されたっぽいっていうね、話をさせていただいたわけなんですけども、このグアム、マニラ、ベトナム、バンコク、こちらすべてですね、この丸ってついてると思うんですけども、エコロミークラス2万5千、場所によっては5万マイルでビジネスクラスも出たわけなんですけども、利用することができるっていうふうになります。まあ、片道ね、2万5千マイルっていうふうになりますんで、結構必要マイルスと としては高いまあ普通ぐらいですかねまあクアムに関してはアラスカ航空で利用するよりエアカナでね利用していただければ往復で25,000マイルで発見することができますのでまあ、こちらに関してはアラスカ航空でね発見しない方がいいですかねでキャセイ12,500マイルありって書いてあると思うんですけどもこのマニラバンコク、えー、ベトナムっていうのは距離数で測ると この必要マイル数になるはずなんですよね。なんですけども、まだね、キャセイパシフィック航空の12,500マイルっていうのはね、残ってるんですよね。検索すると普通に出てきますので、まあこれがね、ずっと残っていくっていうことは、まあ距離数にしたらね、ありえないんですけども、一応ね、現時点で残っていますので、まあ今後もね、利用することができるのか、今後消滅するのか、今だけ猶予があるのか、ちょっとわからないんですけども、まあ基本的にね、まあこの25,000マイルで発見すると基本的に j a ルビンで利用することができるんですけど、 けどもまあ、キャセイでね。発見していただければ12500マイルなんでまあ、マリオットポイント6万ポイントね。交換していただければ、キャセイであれば往復することができてしまうっていう風になりますんで、利用できるうちはこちらでね。利用していただくのがね。おすすめっていう感じになります。で次ですね。 えー、クアラルプール、ジャカルタ、ハワイ、デリー、シドニー、シアトル、バンクーバー。ここら辺に関しては、エコノミークラスが3万マイル、ビジネスクラスが6万マイル。この距離ベースで、えー、こういった形になっておりまして、一応ね、すべての路線、えー、この丸がついているものに関しては、 3万マイルで利用することができるっていうふうになります。で、先ほど言った通りですね、クアラルンプールジャカルタデリーに関しては、今現地でね、キャセイで12,500マイルがあるっていうふうになりますんで、今後ね、残ってるようであればですね、こちらで利用していただいた方が、このね、クアラルンプールジャカルタデリーに関してはね、ネインサーチャージなしで、マリオットポイント6万ポイントでね、交換していただけば2万5,000マイルで往復できてしまうっていうふうになりますんで、まあ、こっちへ利用した方がお得に利用することができます。で、今までですね、 え、スイートスポットで紹介させていただいておりました、東京ハワイ路線の片道2万5000マイル。こちらはね、えー、無事塞がれております、えー。今ね、3万マイルでしかね、発見することができないっていう風になりますんで、まあ、こういったところを見るとね、あの、新しい必要マイル数にね、導入されてるんじゃないかっていう感じではあるわけなんですけども、まあね、ここら辺が残っているので、ちょっとね、わかんない部分はございますよね。アメリカのシアトルであったり、えー オーストラリアのシドニー、またね、カナダのバンクーバー、ここら辺に関してもね、3万マイルで片道ね、発見することができるっていうふうになりますんで、こちらはね、結構いいですよね。まあ、アメリカ本土に関してはですね、またね、別の動画でね、マリオットポイントから交換できるね、まとめ、今後作ろうと思うんですけども、 アメリカ本土に関してはですね、アメリカン航空通ってるところに関しては、JAL でアメリカン航空発見した方がね、お得っていう風になりますので、シドリンとかね、バンクーバーとかは結構いいのかなっていう感じですかね。それでは次にですね、距離ベースにして5000、5 0 0 1から7000の距離のところですね、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、パリ、フランクフルト、ヒースロー。 ま、ここら辺ですね。エコノミークラスが37,500マイル。ビジネスクラス75,000マイル。ファーストクラスが11万マイルということで、え基本的にここら辺のね、路線に出てくるのも、エコノミークラスがメインでね、出てくるっていう風になりまして、 ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ、パリ。えー、このパリに関してはね、バツって書いてあると思うんですけども、これね、えー、今現地でね、調べてみたんですけども、パリはね、37,500マイルで出てこないです。これはね、ちょっと理由がわかんないんですけども、距離ベースだと、まあ、パリもここにね、入ってくるかなっていうところなんですけども、まあ、スリランカ航空でね、42,500マイル。 ネイサーチャージ多分なしだったと思うんですけども、まあ、これはね、表示されたんですけども、JAL 便とかはね、出てきませんでした。で、ロサンゼルス、ニューヨークに関しては37,500マイル、出てくるっていうふうになるわけなんですけども、これもね、先ほどから言ってる通りね、キャセイビ便が3万マイルで出てくるっていうふうになりますんで、JAL だとね、37,500で、アメリカン航空だと3万5,000とかでね、まあ、出てきたりするんですけども、まあ、セイで利用していただければね、3万マイルで、ロサンゼルス、ニューヨークね、利用することができるっていう いうふうになりますので、まあ利用できるうちは、キャセイでね、利用した方が、まあお得にね、必要マリス少なく利用することができるっていうふうになります。シカゴに関しては、キャセイビ便なしで37,500で、 エコノミークラスね、発見することができます。で、フランクフル,もフルトも同様に37,500、えー、発見することができて、えー、ヒースロー空港に関しては、残念ながらこちら37,500ね、出てきませんでした。で、こちらね、直前、直前であればですね、本当に来週とかであればね、JAL のファーストクラス、11万マイルでね、出てくるっていうふうになりますんで、まあ必要マイル数はね、結構多めですけども、まあファーストクラスね、JAL のファーストクラス、まだね、あの、ロンドン路線はですね、えー、トリプル7っていうふうになるわけなんです けども発見することがねできるっていう風になりますんでまあこういった感じでね必要マイル数変更が実施されたっていう風になるわけなんですよねですのでまぁ、あ、必要マイル数的にはですねまぁ、あ、アメリカ本土はジャルマイルでアメリカン航空で発見した方がお得っていう風になりますんでまあ、基本的にお勧めできる路線っていうのは 現時点だと、やはりね、短距離路線がね、一番メインになってくるかなっていうところですかね。で、ちょっとね、こちらに、えー、画面で切り替えて説明させていただきたいと思うんですけども、で、このアラスカ航空っていうのはですね、肉感ね、えー 一緒に発見することができるんですよね。ホノルルから東京を経由してバンコクとかね。ニューヨークから東京を経由してバンコクとかね。こういったのも一セットのね、特典航空券で発見することができるっていう風になります。で、またね、ホノルルから東京。 バンコクって発見した時に、東京でストップオーバーっていうのは利用することができるんですよね。ですので、ホノルルまで行って遊んで帰,帰ってくる時に、えー、ホノルルから、えー、東京の便を、えー、普通の帰り道として利用しますよね。で、東京のストップオーバー、えー、東京でね、しばらく滞在するっていうのを、 え、長めに設定しといていただければ、帰り道にプラスしてね、東京からバンコクの航空券も一緒に抑えられるっていう風になりますんで、まあこういった感じでね、利用していただくとですね、他の航空会社にはね、えー、ない、えー、お得にね、利用することができるっていう風になりますんで、まあこういった方法がね、結構おすすめかなっていう感じですね。しかもね、冒頭から言ってると思うんですけども、アラスカ航空はね、ネイルサーチャージがかからないっていう風になりますんで、まあ数十ドルでですね、必要イル数で発見することができる っていうふうになりますんでこれでね利用していただくとね結構いいのではないのかなと。 思います。で、ちょっとね、またパソコンの画面に戻らさせていただきますけども、2区間ね、検索する場合は PC じゃないとね、利用することができないんですけども、まあ、これだとですね、えー、えー、ホノルルから、えー、羽田。で、羽田から、えー、バンコクということで、まあ、こういった感じで利用していただくと、えー、パートナープレミアム。これね、多分プレイコだと思うんですけども、まあ、こちらもね、5万マイルで利用することができるっていうふうになるんですよね。2区間乗って5万マイルっていうふうになりますんで、まあ、1区間ね、2万5 0マイルで発見することができる っていう風になりますので非常にお得ですよね9月の3日にね、えー、ホノルを出発して、えー、9月10日に、えー、東京からねバンコクに出発するまあこのねあの期間っていうのは数ヶ月とかね開けて、えー、発見することもできると思いますのでまあこういった感じでね利用していただくのはね非常にお得っていう風になりますでまたね、えー、こちらは、えー、jfk から、えー、東京経由してのバンコクですねこれでもね、えー、5万5000マイルとかで利用することができますので、まあ、ちょっとね乗り継ぎは多くない ますけれどもニューヨークニューワーク空港からサンフランシスコに行っていただいて同日にサンフランシスコから羽田羽田からバンコクですねこの間でねストップオーバーを入れていただければまあ帰り道ですねこういった感じで発見していただければ5万5000マイルでえプレコね、利用することができるっていうふうになりますんでまあこういった感じでね、利用していただくのはねいいのではないのかなと思います先ほどのやつだとえニューヨークからサンフランシスコはメインキャミこれエコノミーだと思うんですけどもこのサンフランシスコは羽田プレミアム エエコココノノミミミーーでですすし羽田からバンコクもプレミアムエコノミーっていう風になりますんでまあこういった感じで利用していただくのはね、やっぱりいいですよね。もちろんね、あの、バンコク初の東京乗り継ぎのニューヨークみたいな、まあ、こういったのもね、利用することができます。これでね、この羽田でストップオーバー入れといていただければ、まあ、あの、出発するときね、バンコクなんで、まあ、バンコクまで行かなきゃいけないんですけども、まあ、基本的にどっちかというと、まあ、利用しやすいって言ったら、帰り道の方が利用しやすいですよね。まあ、一つの旅行の帰り にニューヨークの旅行であればニューヨークの帰りにニューヨークから東京を経由してバンコクをね一緒に発見しといていただければ次のね旅行に使えるみたいな感じでまあこれをねずっと繰り返してるとね結構お得にずっとぐるぐるねお得に利用することができるみたいなまあそんな感じでもね利用することができるっていうふうになりますんでこういう9月11日に発見して えー、バンコクから東京ですね。で、東京から、えー、ニューヨークに行くのを、えー、9月の25みたいな。まあ、こんな感じでね、利用していただくとね、2つのね、都市行くのを、まあ、必要マイナス1つでね、利用することもできるっていうふうになりますんで、まあ、こういった感じでね、利用していただくのがね、やはりお得なのではないのかなっていうところですかね。 それでは次にですね、こういったのもね、一応できるんですよね。これ正直ね、いつまで持つかわかんないのと、まあ、今までね、これ塞がれてたんですよね。ですんで、まあ、もしかしたらね、あの、今後は塞がれてしまうかもしれないんですけども、これですよね。あの、下の方え、バンコクから、 えー、関空経由の札幌。まあ、こういったのだとね、2万5000マイルで発見できるんですよ、エコノミークラス。これね、安いですよね。だからこういった感じでね、しかもね、あの、日本国内でストップオーバーしてるっていうふうになりますんで、これはいいですよね。まあ、今ちょっとね、ちょこちょこ検索はさせていただいてるんですけども、 なかなかね、羽田経由にするとこれ出てこなかったりしたので,で、あれで、あの、利用できるかできないか。しかもね、この必要マイル数2000、2万5000マイルってめちゃくちゃ安いじゃないですか。ま、肉感乗ってね、2, 2万5000マイルなんで、まあ、これだったらいいですよね。かなり必要マイル数としては型、 一区間ね、12,500マイルで、しかもね、えバンコクからカンク行って、カンクでストップオーバーしてますんで、これだったらめちゃくちゃいいですよね。まあこういったのもですね、一応昔はね、このアジア国内のストップオーバーって塞がれてたはずなんですけれども、まあ今回の改定で解放されるようになったのか、もしくは、 ただ単に、ね、今ね、たまたま利用することができてるのか、まあ、ちょっとこれはわかんないですけども、一応ね、こういったのも利用することができますので、ちょっとね、どのぐらいの路線ね、利用できるのかはね、この動画撮ってからね、あの、細かくやっていきたいなと思うんですけども、今ね、検索した感じだと、バンコク、えー、関西国際空港経由の札幌とかね、出てきましたので、もしね、気になる方は、このね、アラスカ航空ログインしていただいて、フライトからやっていただいて、ユーズマイルで、 えっと、複数都市でね、検索していただければ、こちらね、出てくるっていうふうになりますんで、まあ一応やり方やりましょうか。えっと、今やったのが、このフライトで、この複数都市でユーズマイルで、これはバンコク、大阪、大阪、札幌みたいな。これがまた札幌じゃなかったら出なかったりするのかもしれない。これもね、ちょっとわかんないです。これが、これ出たらいいですよね。沖縄とか出んのか これね、晴れだにすると出なかったり出たりするんですよ。あ、出ないですね。まあこれもね、ちょっとね、やってみないとわかんないですので、まあ気になる方はですね。 ちょっとご自身で検索してみてください。私もね、ちょっとこの動画を撮り終わった後にですね、ポチポチやって、えー、めちゃくちゃいい路線とかあったらね、また動画にしたいな、なんていうふうに思うんですけれども、ひとまずご、えー、バンコク、大阪、大阪、札幌、ストップオーバー、国内のストップオーバーね、入れて片道2万5千、えー、ビジネスでも5万だってんで、えー、それだったらいいですよね。こういった感じですね。 ひとまずね、私もこの後検索してみますんで、気になる方はぜひね、チェックしてみてください。これでもいいですし、こっちでもいいですよね。これだったら、バンコク、関空がが12,500マイル、12,500マイルですもんね。で、ビジネスだったら、ビジネスで2万5,000マイル。これ昔のビジネスクラスね、こんな感じで発見できましたよね。まあ、その代わり5万マイルは必要にはなりますけどもね。まあ、2区間乗って5万マイルであれば、 まあビジネスクラスだったらねいいんじゃないかななんていうふうに思いますので是非ねやってみてください。 はい。ということで、今回ですね、アラスカ航空の必要マイル数変更はね、一応実装されたのではないかということで、動画ね、撮らせていただきましたけれども、まあ基本的にはですね、短距離路線がね、まあメインになってくるかな、なんていうふうに思いますのと、またね、あの肉感とかね、こういったので利用していただくとですね、結構お得にね、利用することができるのではないかと思いますので、ぜひね、気になる方はチェックね、してみていただければな、と。 思います。ま、あこのアラスカ航空ですね、やはりね、キャンセル変更無料でね、利用することができますので、今ね、ユナイテッド航空とこのアラスカ航空ね、キャンセル変更無料で利用することができて、どちらもね、オンラインで完結するっていうふうになりますんで、非常に利用しやすいね、航空会社の一つではないかと思いますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式ア アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ねこちらから無料で利用することができますのでぜひ、ね、チェックしていただけるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ